まあ、また何人かの方から LINE が来てたんですけど、こんばんはお久しぶりです。先ほどのライザさんのガーシーのことアップされた YouTube 見て、私もガーシーの言ってることを聞いてみたいと思い開きましたが、やはりライドさんが胸クソ悪いって言われてたし、ガーシーの顔を見た途端すごく不愉快で見るのをやめました。まあね、そうなりますよね。本当言われるように自殺を思いとどまらず死んでくれればよかった、平和だったのに。日本の大恥男です。ドバイに行っても逮捕できる法律明日にでも作ってほしいです。ああ腹立ちます。毎度すみません。気持ちはすごくわかります。別な方ですね。配信ありがとうございます。取り上げていただいてライドさんの感想を聞けて少し落ち着きました。あんなひどい人がいるのかと悲しくなりました。ガーシーはどうにもならないと思いますが、タケルさんはいろんな方に相談しているでしょうね。多くの皆さんの両親に期待します。ガーシーは早く消えてほしいです。先日のシュガーのタケルさんは黒ずくめだったからかもしれませんが、ここ最近のタケルさんは何か感じが違っていたのが気になります。新しい役のせい、それとも心痛がある。ライドさんは占いで11月の竹さんはあまり良くないと言われていたような。なのでね、やっぱガーシーの話を何を言ってるか聞きたいけど、やっぱり胸クソ悪い、ガーシーの顔見たくないとか、なんかそういうタケルファンの人も多いみたいなので、僕もちょっと一回ね、ガーシーが何を言ってるかちょっとまとめてみましたよ、この前のやつ。まあ短い時間ですけど、なんか僕もね、話を聞いてて全く入ってこなかったんですよ、あれをね。あまりにもガーシーが言ってるレベルが低すぎて、子供のような話だったんで、入ってこなかった。ちょっと書きまとめてみたんですよ。何を言ってんのかなって。ちょっとそれを今日、その感想を言います。一番最初に言ったのは、タケル、これは一番聞きたかったんちゃうかな。で、ホワイトボードで断捨離するっていうパート出してるじゃないですか。で、佐藤タケル君に、これは一番みんなが聞きたかったことちゃうんかなとかいう話から始まって、結論から言うと、断捨離します。やりません。とかね。断捨離しますみたいな感じで断捨離するらしいんですよ。でね、ガーシーの言い分的には、自分にね、ガーシーに説教してきた俳優がいるっていう話を前にしたと。それがタケル君だと彼やねんと。タカの場合は、ワンオクタカの場合はタクヤからね、ウーバーなんとか、ウーバーイーツじゃなくてなきゃ、ウーバーワールドでしたっけ、のタクヤから話を聞いてくれとかっていう言われたらしいんですよ、タカの。なんでタカの話を聞くのかなって気もしますけど、でタカと話をしてちゃんと分かったと。タカの気持ちも分かったと。愛を感じたって、キモいこと言ってるんですよ。なんか愛を感じたらしい。なんかね、そういう言い方を返していつもしますよね。愛があるとかね。自分がやってることが詐欺者のくせにね、愛があるも何もないですけどね。タカはインスタライブでコラボもしてくれたし、あと YouTube の生配信で電話も出てくれたと。だからそういう面ではタカはいいやつだと。これもでも自分勝手ですよ。自分都合だ。自己都合じゃないですか。自分の言うことを聞いてくれる人はいい人なんですよ。ガーシーって。自分に説教してくる人は悪。自分の言うことを聞いてくれる人は善なんですよ。だからもうそういう人なんですね。ガーシーってね。不思議な大人ですけどね。自分の言うことを聞いてくれる人が好き。自分に説教してくる人は嫌いみたいな感じらしい。で、これも変な言い方してたんですよ。で、タカもね、勇気あったと思うでと。ファンも 100% 俺とすることをね、俺と一緒にやってることを、なることを応援してくれるわけじゃないのに、わけやないのに、あいつはちゃんと勇気を出して俺と絡んでくれたみたいなこと言って。その、ファンも 100% 俺といることを応援してくれるわけがないって、100% 応援してくれるわけがないってことは、100% 応援してくれるつもりでいたんですかって思うんですよ、逆にね。そのメンタルがどこから来るのかな。ほとんどの人はね、絡んでほしくないじゃないですか。まあだってあれでね、ファン辞めたって人もめちゃくちゃ多かったっすよね、タカのね。タカのファンはガーシーものことも好きだと本人は思ってるんですかね。なんだろうなと。で、タケルは、これまたすごい話です。タケルは遠い位置から守られた場所から物を言ってくるのが俺は許せんのや。それの意味もよくわかんないんですけど、タカさんとかは実際に直接喋ってくると。電話とかで。ガーシー元気って。でもタケルは喋ってこないと。DM とか、そういうので、LINE とかで、守られた遠い位置から、ドバイにも来ずってことでしょ？ドバイにも来ないで、自分が守られた場所からは、ものを言ってくるのが俺は許せん。いや、あんたが一番そうだろうって感じですけどね。ドバイに逃げ回ってね、自分、警察の捜査が届かないところから、暴露してるっていう、一番逃げ回ってるの自分ですからね。
この感覚がよくわかんないですよね。すごい自己都合の人だなと思いますよね。びっくりしました、これ聞いて。国会に出ろって言っても逮捕されるから嫌だって帰ってこないんですよ、だって。タケル君が何を言ったのかというと、高谷拓也がなんであんなことを言ってくれるか考えたお前と説教された。それはソープランドの話よね。47都道府県でしたけど、それで、ガーシーが、タケル君がソープランド行ったって話をした時に言われたと。ガーシーの言い分ではね、佐藤タケルの話は何も触れへんのは不自然やから。風俗ぐらいの話はええやろと。まあ本人の中ではこれ忖度してやったんやと。こんなレベル、こんなぐらいで抑えてやったんだぞって話なんですよ。まあそれもすごい話ですけどね。その上からはどっから来るのかなって毎回思うんだけど、で、それに対してタケル君はあんなこと言ってほしくなかったって言って、これ本当かそうかわからないですけどね。今言ってきたと。で、それでタケル君が言われるのが嫌なのはわかる。それは佐藤タケルっていうブランドをあいつが作ってきたからね。タケル君が作ってきたから。そのイメージを壊されたくないっていうのはわかる。それわかってんだと言わなきゃいいじゃないって言うんだけど、こっからまたガーシーすごいこと言ってるんですよ。俺も命がけでやってきてんだ、これをと。いや、それはお前の勝手だろって話じゃないですか。人巻き込んでやる必要ないでしょって思うんだけど、命がけで暴露してるって言うんですよ。その命がけでやってきてるんだから、その中で今までタケル君のことを十二分に忖度した上で、ソープランドで抑えてやったんだぞっていう、また上からなんですよ。で、俺はこんなにこういうことを暴露命がけでやってるんだと。なんで俺の気持ちを分からへんのよ。ってことなんですよ。分かります?言ってること。ぶっ飛びすぎて全く僕理解できないです。ガーシーにとってはそれ説教らしいんですよ。もう正論ですけどね。同正論なんだけど、ガーシーはそれを説教されたって受け止めて。で、お前にそんなこと言われてもこっちは分かっとんのやと。俺がどんな気持ちでこんなことをやってるか分かっとるんか。それも自分の勝手だろって話じゃないですか。ねえ、人のね、秘密を暴露するの、それをどんな気持ちでやってんのか、分かっとるんかって言われても、そんなことどうでもいいわけですよ。気持ちなんか分かる分からないの問題じゃなくて、やめろって話ですよ。やってることを問われてるわけですからね。で、まあ、ガーシーもまたここから上から目線が続くんですけど、タカと和解した時に、友達のタケルも許したって言ってるんですよ。勝手に怒ってて、勝手に許してるんですよ。その自分の中での自己完結がね、タカと和解したから友達のタケルも自分の中で許したって言ってるんですよね。でもタケル君も別に許される必要もないじゃないですか。許すも許されないもんね。で、俺は知ってるとタケルがジャミールからも聞いてると。みんなで結託して、ガーシーを逮捕させようとした。まあ、させようとしますよね、普通はね。こんなことしてんだから。で、実際に詐欺とかやってるわけですからね。恩師教のね、まあ、バージング関係のね、青山さんっていう人に相談したり、またさんにも言ってるの、俺は知ってると。そういうことも、俺は知ってる上で、タケルを許そうとしたって、また上から目線なんですよ。なのに、ソープランドのことでクレームを入れてきたと。で、その時に言ったのは、もうタカにも、みんなにも言ってるんだけど、俺は1年間フルスイングで暴露し続けるから、見守ってくれよって話をして、タカとかは、じゃあガーシーがそう言うんだったら頑張れよって言ってくれたって言うんですよ。で、その時に、タケルはいらんわって思ったらしいんですよ。それを見守ってくれへんのやったら、タケルはいらんわ、切るわって言ったらしいんですよ。それで、またここから上から目線なんですけど、でもそんなタケル君にチャンスを与えると言うんですよ。チャンスを与えて、スリーフリーって言うんですかね、なんか、ガーシーと対談するなんかがあるんですかね。そこに出てくれへんか、タケルっていうふうに言ったらしいんですよ。でも、タケル君は事務所に確認するって言って、まあね、事務所からしてみたら出るメリットも一個もないですからね。ノーギャラでね。しかも暴露されるってよくわかんない話ですからね。返事がなかったと。4日経っても1週間経っても返事がないと。でもまだ、そんな一方的に切るの周りからも良くないって言われたんで、もう一回ラストチャンス、そのラストチャンスを続けるのもめめしいんですけど、もう一回ラストチャンスを与えたと。それはタケル君に連絡をしたと。タケルがいるとやりづらい。暴露やりづらいから、タケルのことを俺は切ろうと思うけど、ええかと入れたと。そしたらタケル君から当たり障りのない返事が来たと。ガーシーがそうするんだったら、ガーシーの意見を尊重するよと。普通じゃないですかね。で、それで、ああ、そういう返事をしてくるんや。と思って、佐藤タケルは縁を切りました。断捨離しました。これから佐藤タケルのことを暴露します。まあ、そういう話なんですよ。ここ、僕全部こう一通りね、これは今、ガーシーが言ったことをまとめて話してるんですけど、自分でこう話しても全く何にも理解できないんですよね。文字に書き起こして話しても
一つも共感できない話なんですよね。身勝手甚だしいって話なんですよ。そんな感じでした。